わこはるんです。バーチャル YouTuber こはるです。今日は1月23日木曜日です。1月23日といえば2004年の1月23日にゲームボーイアドバンス用ソフト逆転裁判3が発売されました。逆転裁判はね、まずどういうゲームかっていうと、主人公は弁護士なんですけれども、操作パートと法廷パートの2つに分かれていて、操作パートでは虫眼鏡で現場とかをね調べたりとか、あと人から話を聞いたりとかして証拠を集めて、法廷パートになると主人公が弁護するあの被告人は基本的に無実なんですよ。被告人が有罪ですって言い張る人たちは嘘をついてたりとか、何か勘違いをしてることがあったりとかっていうことが多いんですよ。どこがおかしいかっていうのを指摘して、本当の犯人が誰かっていうのをね突き止めていくゲームでした。で、逆転裁判3はね、逆転裁判1,2,3はなるほどセレクションって呼ばれていて、あのそこまでね、だいたい一つの話としてくくられてるんですね。で、そのクライマックスとしてふさわしくね、その1とか2を一応プレイしてる人向けの話が多いんですけれども、あの1とかで実は解決だと思ってたんだけれども、実は解決していなかった話とかが掘り起こされてきて、あの逆転裁判1とか2をプレイして楽しかったよって方はぜひプレイされてみてください。もしね、逆転裁判全くプレイしたことがないよって方がいらっしゃったら、1から3までがセットになったなるほどセレクションっていうのが今いろんなプラットフォームで遊べるはずなので、あのそれでぜひ遊んでみてくださいね。私はねゲームボーイアドバンス版でクリアしてるんですけれども、あの新版をそろそろ買おうかなと思っています。それでは今日も一日ルールと行ってみましょうね。